接官を舐め腐るみたいな。結局就活ってめっちゃ武器ゲーだなって思ったんですよ。大学3年生の4月とか5月とかに10年ぶりとかに親の前でもう号泣しました。どうもしゅんです。こんにちは。ニコハツのケンティです。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回は就活体験談ということで、実際今ダイアリーで働いてて大手6社内定した西さんに来ていただきました。今日はですね、就活して受かった経緯であったりとか実際の体験談を僕とケンティから聞こうっていうところで撮っております。これから就活始める方であったり、今まさに面接控えてる方に参考になる動画になってると思うので、ぜひ参考にしていただけたらなと思ってます。簡単にちょっと自己紹介お願いしてもいいですか。マイチの大学に所属している、今大学4年生の西と言います。ダイアリーでインターンをしています。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は外資企業をはじめとする超大手6社に内定した西さんの ES をプレゼントしているので、下の概要欄からぜひチェックしてみてください。まず最初にどういうところに受かったの。へえ、めっちゃ優秀じゃん。憧れますか、やっぱり。初めて憧れました。ありがとうございました。すごいナチュラル失礼さ。ここを頑張ったからうまくいったみたいな秘訣とかをちょっと最初にいただいてもいいですか。私はもうマジで全然優秀とかじゃなかったんで、まあ一言で言うと愛嬌×個性、これで内定が取れたんじゃないかと自分で思います。愛嬌×個性って具体的に言うとどういう感じなんですか。愛嬌っていうところで言うと、まあ、一つはこの人となんかもうちょっと話したいなって思ってもらえるような人でいるっていうのをめっちゃ気をつけてました。どう気をつけたの。それはこの人と話してたら楽しいって思われるような会話を意識する、うん、逆質問とか、うん、1問で終わることないじゃないですか。2問以上質問するってこと。そうそうそう、はい、だから1問目は、まあ、ちょっとなんか真面目な感じで、うん、自分の中で仮説を持って、うん、これってどうなんですかみたいな話をして、うん、2問目からはその人のプライベートの話とか大きくとか、うん、それでなんかもっと話したいって思ってもらえたってこと。まあそうですね。確かに話してて楽しい普段。ああそうなんだ、うん、ケンティ的にさ、それはなんでだと思う。まず笑顔が多いのとリアクションがでっかい。それは意識的にやってるのね、普段の生活から。普通に会話してる時ってみんな笑顔出てると思うんですけど、うん、面接っていう場になった瞬間に結構その怖い顔になっちゃうみたいな人いると思うんで、うんうん、それをやらないっていうのを気をつけてました。2つ目は、うん、面接官のことをあんまり格上って思わない、対等だと思うっていうのがめっちゃ重要かなっていうふうに思って、うん、学生も学生でその企業のことをジャッジできるって思ってるから面接官を舐め腐るみたいな、はい、舐め腐るっていうとまだちょっとあれなんですけど、うんうんうん、面接官もどうせ家帰ったらぐーたらしてるんだろうなとか、はい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 、自分のお父さんと同じ感じなんだろうなっていうふうに思ったら自然とそんなに緊張しなくなるっていうか、うん、結局なんか萎縮してるとそれって相手に伝わっちゃうんですよ。この人めっちゃ緊張してるなって思ったら面接官に格下だと思われるじゃないですか、うん、それはダメです。ここ落ちてもまた次あるからいっか、はいはい、みたいなぐらいで思ってたら意外とうまくいくっていうのはあるかもしれないです。 なるほどね。あとはめっちゃ上の企業を目標にしてたんですよ、うん、自分の中での上が GAFA だったんですよ、うんうんうん、実際行けなかったんですけど、はいはいはい、まあ、そこのレベルを狙ってたからこそ、うん、他の企業は軽い気持ちで受けれたっていうのが、はいはいはい、あります。なるほどね。ラーファーが、まあ、メインで行きたいって思ってたから、それ以外はまあ滑り止めぐらいの気持ちでやってたってことね。そうですね。どんどん上を目指しとかないと、うん、滑り止めだと思ってた企業すらも受かんなくなるって思ったんで、うん、とにかくめっちゃ上を目指すっていうことを、確かにね、意識してましたね。2つ目のその個性っていうところはどうやって出してたんですか。一つはやっぱりガクチカを作るっていうのがすごい大切かなっていうふうに思ってて、うんうん、結局就活ってめっちゃ武器ゲーだなって思ったんですよ。武器ゲー初めて聞いたね。結局体育会系の人は強いし、うんうん、帰国子女なんてもうめちゃめちゃ強いし、もちろんその人たちの努力でもあるけど、はい、人と違った経験をした人は重宝されるのが就活だから、うん、そのルールに乗っかってやるしかないわけだから、起業とかそれ以外の選択肢を取らないのであれば武器をまず揃いに行くというか、うん、調達しに行くっていうのは大切なのかなって。個性関連で他にありますか。できるだけ具体的に話す、ガクチカ1本だけで勝負できるっていうわけではなかったんで、いかに面白く話すかっていうのがすごい重要だと思ってて、例えば中学校のソフトテニス部であまり活躍できなかったっていう挫折経験の話なんですけど、中学校で一番スパルタの
部活に私は入ったんです。その時私マジで運動できなくて 50m 走12秒とかのレベルの運動音痴が一番のスパルタな部活に入って、うん、でも全く活躍できなくて、うん、そのせいでみんなが練習してるとこで一人で端っこでずっと掃除をしてました、うん、って言ったらなんか情景が浮かぶじゃないですか。確かに浮かぶね。できるだけ分かりやすく具体的にその人がイメージできるように話すっていうのを心がけてます。それどうやって対策すればいいの？台本作るが一番いいと思う。結局100人とかもうすっごい量の学生を見てきてるわけじゃないですか、うん、だから大体みんな同じこと言ってるんですよ。その中でじゃあどうやって差別化するかって言ったらその文章の中でこのパンチラインっていうのをちゃんと事前に考えておかないと普通にただ会話してるだけだったら面接官に何も刺さらないから、このフレーズを言って面接官の心を動かすみたいなところをちゃんと考えておいた方がいいんじゃないかなって。すごいね。すごい。一般的に就職活動いやいややる人も多いじゃない？それはなんか楽しめたの？辛い時ももちろんあったし、めっちゃ泣いたんですけど、うん、今思えば楽しかったかなっていう感じです。どこが楽しかった？やっぱ受かった時じゃないですか。自分が頑張って準備してそれを出して、で選考で受かったって言ったら、あ、肯定されてるみたいな。なるほどね。どうやって楽しもうっていう感じに変えていったの？自分の中で就活は絶対後悔したくないっていうのがあったんですよ、うん、だからもうそれをやるまで絶対後悔しない方の選択肢を取ろうって思ってたので、うんうん、トップオブトップをどんどん狙うっていう風にしてました。じゃあそれでたとえダメだったとしてもやりきったっていう感覚が残るから、そうですね、後悔なかったってことね、はい、人生って思うのは行動すれば何でも楽しいのかなって思うんですよね。確かに、うん、なんか行動すれば絶対いい方向に行くし、何事も就活も受験も、うんうん、受からないかもって思わないのがめっちゃ肝かもしれないですね。自分じゃ無理だって思ってたら分かんない気がするし、自分じゃ無理だって思って企業を受ける前に諦めるとかは絶対しない方がいいって思いますね。そもそも就活の場合って落ちて当たり前だしね、うん、だってもう受験と違ってもいくらでも受けれるわけじゃないですか、うん、もう受けるのは無料なわけなんで、ね、たくさん受けてたくさん落ちてってやった方がいいと思います。でも落ちまくったらさ自信なくなってくるじゃん。それはどうやって保つの？面接官と合わなかったんだなって思うし、自分を取らない面接官もったいなって思って、自分が優秀だからもったいないじゃなくて、自分がもしそこの企業に取ってくれたらめっちゃ努力するし、うん、めっちゃ頑張ってもう馬車馬のごとく働くっていう覚悟があるから私取った方がいいよって本気でその時は思ってたから、うん、取られなかったら縁がなかったんだな、残念だな、まあ10年後多分後悔するだろうなって。なるほどね。いいね。雑草魂というか反骨魂、反骨心あるって面接官に言われたことありますね。うん、でも大事だよねそれは。ちなみにさ、その就活はうまくいったと思うんだけど、こういう感じで社会人になりたいなみたいなのはあるんですか？とりあえずお金を貯めることがまず一番だと思ってて、うん、それなりにお金を貯めて、うん、スキルも学んだ上で、うん、新しいことに挑戦できたらいいなって思ってます。僕結構就活とかやっぱ始める前ってめっちゃ不安だったんですよね。不安とかなかったんですか？私もめっちゃ最初不安で、本当に始まる前の大学3年生の4月とか5月とかに10年ぶりとかに親の前でもう号泣しました。でそんななんか20分とかで私の能力測られなきゃいけないの、クソって言ってめっちゃ泣いてたんですけど、それまで親はなんかさりげないプレッシャーかけてくるタイプだったんですよ、うん、私が留学してる時とかも企業の選考情報とかなんかわざわざ送ってきたりと か、なんか大学の内定先リストみたいなのもなんかわざわざ送ってきたりとかして、なんかちょっと就活の圧をかけられてるなって感じる時があったんですけど、泣いた時に親に初めて、就活って別にそんな頑張んなくてない、ママパパもそんな頑張ってないよって感じで言われて、そんな頑張んなくていいんだって感じで思ってから、すごい心が楽になりました。実際頑張らなくてもよかったですか？頑張んなくてもいいと思います。 Twitter で、あ、これいいなって思った言葉が、舐めてかかってマジでやるっていう言葉があって、そんなにこう萎縮して、もう絶対受かんなきゃやばい、これ落ちたら人生終了みたいな感じでプレッシャーをかけてやらなくてもいいけど、やっぱりその企業に行きたいんだったらそれなりに準備をするっていうのが一番いい就活への取り組み方なんじゃないかなと思います。いいこと言うね。いいこと言いますね。最後に、これから就活しようとしてる方、もしくは今まさに就活頑張ってる方にメッセージいただけたらなと思います。内定先いっぱいあって良かったことって
てなくて、結局行くのは一緒だから、就活模索になる必要って絶対ない。就活は全てじゃないっていうのは言いたいけど、とは言いながらもやっぱり自分の人生の中で仕事に捧げる時間ってめっちゃ長いわけじゃないですか。だから大学を卒業してどこの企業に行くかって、まあ重要な選択肢のうちの一つではあると思うんです。だから絶対自分が後悔しないような選択をするっていうところだけはしっかりやってほしいなっていうふうに思います。ありがとうございます。今日の話を聞いてケンジから最後に感想があったら。やっぱ就活は気負わずに、けどある程度自己効力感持って全力で頑張るみたいなことをね、僕も頑張ろうかなと思いました。ガーハを目指します。ケンティはマジでいけると思います。愛嬌かけるわけだから。確かに愛嬌は頑張ります。ということで、じゃあ皆さんも参考になったら嬉しいです。いいなと思ったら高評価とかチャンネル登録ぜひお願いします。せーの、じゃあな。ここで新ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人形ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単。概要欄からチェックしてみてね。